そう、マジ？はい、はい、ありがとうございます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 、こんばんは、ありがとうございます。皆様こんばんは、こんばんは。本当に寒い中、そして平日にもかかわらず発売イベントにお越しいただきましてありがとうございます。ですね、本日1月27日に CD デビューを果たすことができました。2003年に TBS に入社しまして、アナウンサーとして働いてきて、2009年にフリーになりまして、なんと何がどうなったのかわからないんですけれども、2016年に今度は歌手として活動をちょっとしていきたいなっていうふうに思う夢が出てきて、その実現に向けていろいろな方に助けていただいて、今回ブリカマブルースという曲でデビューさせていただきました。ブリカマブルースというのはブリッコとカマトとのブリカマで、私世間からすごいブリッコ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 って言われてるんですけど、それに対するちょっとブルーな気持ちを歌った日本的な意味合いが含まったブルースとなっています。今回振り付けはキャリーパミュパムさんなどを手掛けてらっしゃる舞妓ちょっと言えてなかったですかね舞妓先生に作っていただいて、本当に可愛らしいダンスになっています。皆さん PV はご覧になっていただけましたか？ありがとうございます。トントントンっていうところがあるんですけど、そこが一番私のお気に入りで、ブリのように出世魚のようにこう上に上がっていってほしいな、私もっていう気持ちを含めてこうトントントンという風になっていますので、ぜひこれから歌わせていただきますので、皆さんもトントントンとトントントンとやってください。右肩上がりでトントントンでお願いします。妹に息子と娘がいて、めいっ子ちゃんとおいっ子ちゃんとよく遊ぶんですけれども、すごく覚えてくれていて、めいっ子ちゃんはなんと完コピしました。ありがとう。おいこくんはあとちょっとな感じなんですけど、よく3人で妹の家で踊って楽しんでおります。小さい子も本当に簡単に覚えられる曲となっていますので、皆さんもし周りにちっちゃい子とかがいらっしゃいましたら踊っていただけたら嬉しいと思います。というわけでですね、本当にまさか渋谷のタワーレコードさんでこんなことになるとは本当に人生思ってもいなかったんですけれども、こうやって健康な体があって、やりたいことがあって、それってやっぱりやった方がいいなって思うので、私はいろいろな批判もあるんですけれどもバッサリ切られることもあるんですけれども、自分のやりたいことはやって、この人生を楽しく生きていきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。なんかよく渋谷は学校で、私青山学院大学だったんですけれども、表参道にありまして、渋谷でよく遊んだりとかしていたので、本当に本当に夢のようで感動しています。でなんか平日だったので、あまり来ていただけないんじゃないかなって思っていましたし、告知も遅かったので皆さんのスケジュールのご迷惑になっちゃったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、こんな風に来てもらえて本当に私は幸せ者だなというふうに思っています。そしていろんなありがとうございます。そして本当に忙しい中、記者の方々とカメラマンさんも本当にありがとうございます。本当にまだ歌ってもいないんですけど本当に泣きそうです。そしてお店に遊びに来てくださって、立ち止まってくださってる皆様も、本当にあいつ誰だって感じだと思いますけど、ブリカマブルースでデビューしました小林麻耶と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。泣いちゃいけないですよね。でも本当に感動しています。